こんにちは、シンクと申します。ファイナルファンタジー7続きやっていきたいと思います。ここどこだっけ？多分ね、ドン・コルネオやったっけから逃げてきて、下水から出てきた後で、7番街に戻るところやったかなね。間違えた。上がられへんのこれ。うわ、びっくりした。これ、こうか。そやな。ハイポーション。ハイポーションか。よし。下はいけへんでな。まさかと思うけど、上？上やね、一回いけるやね、一回、よいしょ。あ、なんかある。下やね、あれは。あれ、降りれんぞ。ここか。降りれないぞ。降りれないぞ。か。違う違う。こうか。こうして、これは先はなんもない感じね。あそこにもなんか落ちとんな。はい、ポーションゲット。こう上なんかあんのかな。あ、上に行かんといけねえやつやな、これかな。これでこうやろ。これ中入って、ポーション取って、よし、オッケー。なんかある。よいしょ。わお。ハイポーション。お、ハイポーションだ。武器。武器じゃない。回復回復か。下か。広いなあ。なんかあそこにある。ほらポーション迷子なんだけど、どうやっていくんだ。どうしてるんだろう。あ、なんか動いた。マジか、そんな動かし方があったのか。であ、なるほどね。ああ、はい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 。で、こうか。こうしてこうか。なるほどなるほど。あ、違う、こっちか。こうか。なるほどね。全然わからなかった。これでこうか。帰ってきた。オッケーオッケー。間に合った。柱が立ってる。待って、上から聞こえないか？銃声？わあ、めっちゃ戦ってるやん。パチパチしてる。上の方めっちゃやってんで。と落ちてきた。誰やったっけ。大丈夫、あ、ウェッジや。クロードさん、俺の名前覚えててくれたっすね。覚えてた覚えてた。バレットさんが上で戦ってるっす。手を貸してやって。クラウドさん、迷惑かけてすいませんっすよ。ってことよ。頑張るぞ。エアリス、ウェッジを頼む。エアリス、お願い。この近くの私の店、セブンスヘブンある。そこにマリンっていう女の子の、マリンっていう名前の小さな女の子がいるから。分かった、安全な場所へね。ここは危険です。みんな早く柱から離れて。7番街から離れて。あ、ダメなの。クラウド、早く行かなきゃ。バレットが。大丈夫、ここは任せて。ありがとう。これが僕の仕事だから、ギリギリまでここにいないとならないんだ。うん、責任感強いあなたは好きよ。私、そばについてるわ。早く逃げなさいよ。おろおろ、柱が壊れちゃうんですか。怖いんですけど。あなたたちのためにね。ああ、優しい。買い物させてくれる。結構でもいろいろ持ってるけど、フェニックスの買い足しておこう。5個ぐらいにしておこう。毒消し、手榴弾。オープン状態、鎮痛。悲しいが、あ、悲しい状態になる。へえ。こういう状態。テント。ありがとう。優しいな。本当にやばくなったら逃げ出しますから、めったに見れるもんじゃないです。いやいや、逃げなさいよ。うふ、守ってくれよ。俺の不思議な場所。おう。これが俺の最後の仕事だ。登っていけ。こんなことになるなんてな、いい気分じゃねえ。明日非常だ。明日辞表だ。さあ、登っていきましょう。なんかおる。ビックス、クラウド、やっぱり星の命なんてどうなろうと興味はないか。悪いけど興味ない。それより怪我がありましたよ、クラウド。でも俺はいいから、バレットが上で戦っている。手を貸してやってくれ。戦うんかい。ストレートに登らしてはくれねえみたいだな。わお、なんじゃこりゃ。だんだん。あ、それリミットか。ほい。降りてきた。シュワー。でんでんでん。落ちない。へい。パーションゲット。そうか、装備マテリア。何もついてないか。回復つけとこう。盗む。装備よ。ジェシーがいる。ジェシー、あ、クラウド、最後に話せてよかった。最後なのって。もういいの。私たちの作戦でたくさん人が死んじゃったし、きっとその報いね。元気出せよ。そうかですって相変わらずクールな元ソルジャーさん、そこがいいんだけどね。ああ、そういうの2パターンちゃんと聞けたんだ。バレッティー打った倒れてる、大丈夫。ペロン来たよ。ティファークラウド来てくれたのか。気をつけろ、奴らヘリで襲ってきやがる。本格的に来る前に装備を整えた方がいいわ。早速来たわ。防御がな、ちょっと足りないんでしょ。テケ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 。レノヤン、遅かったと、このスイッチを押すと。はい、おしまい。作業終了。解除しなくちゃ。クラウド、バレット、お願い。そういうわけにはいかないぞと。タークスのレノ様の邪魔は誰にもさせないぞと。てけてんてけててけてけて。いいね。あ、一応3人なのね。レノさんに。盗む。戦う。何も持っていない。なんだと。壊せるものは壊してみろと。壊す？お、めっちゃ食らうやん。壊さなあかんのか。よし、こうだよ。戦う。はい。ピラミッド。なんだと？またか。クラウドを隠す。リミット。こっちがええんやろか。カバー。ナイスカバー。エビショ。みんないい感じに溜まっていくね。ピラミッド。まだいけるな。まだもう一ターンぐらいいけるか。そろそろ時間だなっと。あ、逃げた。そっか、柱が倒れちゃうから。うわあ。エーテルゲット。くる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 。危ない。キーパー賢いんだな。あ、動くのね。次元爆弾がいけそう。クラウド、止め方がわからないのやってみて。言われてもたかが次元爆弾じゃない。ただの次元爆弾じゃない。あー、エアリス、その通り。それを操作するのは難しい。どこかのバカどもが勝手に触れると困るからな。お願い、止めて。クックック。緊急用プレート解放システムの設定と解除は信頼役員会の決定なしではできないのだ。ごちゃごちゃうるせえ。そんなことされると大事なゲストが怪我するじゃないか。エアリス、おや、知り合いなのか。あ、ツオンさんって人もいる。最後に会えてよかったな。私に感謝してくれ。エアリスをどうする気だ。さあな。我々タークスに与えられた命令は古代種の生き残りを捕まえろということだけだ。ずいぶん長い時間がかかったが、やっとプレジデントに報告できる。ティファ、大丈夫だから。あの子、大丈夫だから。痛い。やめてあげて。女の子に手あげるなんて最低よ。だから早く逃げて。オッケー、オッケー、オッケー、オッケーじゃないけど。クックック、そろそろ始まるぞ。逃げ切れるかな。やばーい。やばーい。やばーい。いやー、危ない。危ない、危ない。下の人たちみんな逃げたかな。やばい。あ、動けるんだね。みんなめっちゃ上見てる。上のプレートが落ちてきたらひとたまりもないわ。急がなくちゃ。そうね。じゃ、待て待て。バレットが落ち着きがない。あ、え、そう、え、お、おい、このワイヤーを使って脱出できるぜ。オッケー。せーの、ウィー、なんか楽しそう。あ、落ちる。大丈夫け？わあ、ボコボコや。もう先がない。マリン、マリン、マリン。やばい、ビックス。ウェッジ？ジェシー？ですよね。こんちくしょう！こんちくしょう！こんちくしょう！悲しい。かわいそう。なんだこんなもの。おい、バレット。バレット？怒ってる。おい、バレット、もうやめて。お願い、バレット。かわいそう。でもとりあえず何かあったら撃つのやめなさいよ。くっちくしょう。マリンはでも大丈夫って言ってたよ。マリン。ねえ、バレット。マリンは大丈夫だと思うの。え？エアリスが言ってたわ。あの子大丈夫だからって、マリンのことよきっと。本当か？でも、ビックス、ウェッジ、ジェシー、あの3人は柱の中にいた。分かってる。でもよ、一緒に戦ってきた仲間だ。死んじまったなんてお見たくねえ。7番街の人たちも、ああ、ひどいもんだぜ。俺たちを潰すために町一つ潰しまうなんて、一体何人死んだんだ？私たちのせい？アバランチがいたから？関係ない人たちまで？違うぜ、ティファ。何もかも親鸞の奴らがやったことじゃねえか。自分たちの金や権力のために星の命を吸い取る悪党ども。その親鸞を潰さない限り、この星は死んじまうんだ。親鸞を潰すまで俺たちの戦いは終わらねえ。わからない。俺が言ってることがわからねえのか？違う、わからないのは自分の気持ち。お前はどうなんだ？興味ないねって言いたいんやろな、これな。おい。あいつどこへ？あ、エアリスのとこ。ああ、あの姉ちゃんか。何者なんだ？私もよく知らない。でも、マリンのことをエアリスに頼んだの。そうだ、マリン。忘れとったのね。忘れとったのね。ティファン、もう後戻りは、おた、ちょいといていい。後戻りはできねえんだ。た、ちょいといい。公園ボロボロだで。なんか、後味悪いな。クラウド。はいよ。マリーのところへ連れてってくれ。OK。エアリスを助けに行くのね。ああ、でもその前に確かめたいことがあるんだ。何？古代種。我こそ古代種の血を引きし者。この星の正当なる後継者。セフィロス。大丈夫？しっかりしてくれよ。でもみんな普通にクラウドの中に入るんだな。いけた。よし。あれ？また右か。OK。あ、話回は変わるのかな。グってなってパリパリってきてドドドーンって怖かったよって。普通じゃ子供じゃ怖いよな。あんな大きな音がしたってのに、ここの人相変わらずなんだよね。よっぽど辛いことでもあったみたいなんだよね。あそこにって言ってたっけ。うわぁ。あんなものが落ちてくるなんて、これだから上を向いて、歩いていこうって。ミッドガルの下に、いや、そこそこの暮らしができると思ってたのに、まさかでっかいやつが落ちてくるとは。そう、それを。けどよ、だからといって、今さらどこに行きゃ。そうだよね。とりあえずセーブができるかな。そうですね。セーブしましょう。